ダーラナ県はスウェーデンの県の一つで、略号は W。県庁所在地はファールン市。1997年まではコッパルベリ県の名称で呼ばれていた。県の面積は28,196平方キロメートルで、2010年現在の人口は277,047人。西の県境で隣国ノルウェーと接する。県中央部には、 風光明媚なことで知られるクレーター湖のシリアン湖を抱える。県は全体的に見てスウェーデンの原初的風景を残していることからしばしばスウェーデンのハートと呼ばれる。1523年のスウェーデン独立戦争はこの地から始まった。2008年4月、この原初的風景を色濃く残す森林において世界最古となる。 推定樹齢9550年の頭皮類を発見したと、同国の梅を大学の研究グループが発表した。県庁所在地のファールンは良質の銅を産出する銅鉱山でも知られる。銅の産出時に得られる赤い染料は、全国で家屋を塗る塗料として利用されたため、スウェーデンの伝統的な木造建築は、壁が赤い場合が多い。銅の他にも県内では、銀や鉛を産出していた。 しかし、県の主要産業である多くの鉱山が閉山したために、県の経済は、この10年間定調である。鉱山業の他には、産業として林業が、県の主要産業の一つである。名物ガングのダーラヘストはこれらの背景をもとに、生まれた。県南東部のボーレンゲは、国内のスキーのメッカとして有名で、マイフユストックホルムやヨーテボーリのような大都市から、 大勢のスキー客が訪れる。シーズン中は、スウェーデン鉄道がわざわざ大都市からボーレンゲ行きの新大車を仕立てるほどである。ダーラナ大学が県内のボーレンゲとファールンの西にキャンパスを持っている。ダーラナ県には15の市がある。ダーラナ県庁公式サイトダーラトラフィーク、ダーラナ大学、ありがとうございます。